皆さんこんばんは。本日はようこそお越しくださいました。そしてアムステルダム広場にお集まりいただきましてありがとうございます。皆さんアムステンボスで素敵な思い出の数々をお作りいただけていますか。さて今から始まるのはここに訪れた皆さんと共にゴスペルミュージックでクリスマスを祝おうというセレモニーです。今宵家族、友人、恋人はもちろんこの広場を訪れた全ての人が一つになって聖なる夜を祝おうではありませんか。ほらこのセレモニーに花を添える素敵な歌声が聞こえてきましたよ。溶け合う心震わせるような歌声感じていただけていますか。続いては皆さんにも耳なじみのあるクリスマスソングをメドレーでお届けいたします。さあ今宵はここにいる全ての皆さんで楽しみましょう。知っている音楽があればぜひ口ずさんでみてください。もちろんハミングでも結構ですよ。手拍子でのご参加も大歓迎です。それでは参りましょう。クリスマスメドレI'm not afraid to die.
同士で表現してみませんか。まずはこんな感じで。Clap, clap, everybody. Clap. I wanna see you. Clap, clap, come on. Clap, clap, let's go. これは簡単ですね。練習してみましょう。心躍らせてさ、全員でいきますよ。せーの。Clap, clap, come on. Clap. リズムに合って。もっと高く上げて、楽しい。参加すればどんどん楽しくなりますよ。さあ次のリズムに行ってみましょう。みんなお手本をこちら。Come on, clap, clap, everybody, clap, clap, come on, clap, clap, let's go. 今度は皆さんの番です。さあ全員参加ですよ。やってみましょう。せーの。難しくなります。お手本をよく見ていてください。みんなよろしく。これは難しいですね。大丈夫、みんなでやれば、楽しくやれば問題ありません。せーの、この調子、これを歌に合わせるともっと楽しくなりますよ。では今の3種類の手拍子を音楽に合わせてやっていきましょう。ジョイファの迫力ですね。私たちもクリスマス気分が高まってきました。ところで皆さんはご存知でしたか？クリスマスを象徴するクリスマスツリーになぜモミの木が使われるようになったか。これには諸説あるようです。当時のお祭りに神様への贈り物にしたという説や、常に緑の葉をつけるモミの木は絶えることのない永遠の命の象徴とされていたからなど、それぞれの思いや願いが込められていたと言われています。それでは皆さんの思いや願いを浮かべながらお聞きください。日本のタイトルではモミの木として親しまれています。オークリスマスツリー、オークリスマスツリー、オークリスマスツリー、マジで Do you bring me? Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, much pleasure do you bring me? The hope and cheer throughout the year brings hope and cheer throughout the year. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree.
things away. Go ahead, go ahead.ここにいる皆さんはこの時間ここ以外の場所にいることもできました。でも今宵私たちと一緒に同じ時間を過ごし、同じ夜空を見上げることを選んでくださいました。この出会いに感謝してありがとう。